この絵は「プリーズ・ミスター・ポストマン」というカーペンターの曲として世界的に有名だったものから撮った題材だと思うんですけども、それを運んできてくれた当時唐町君は国内外に大変な文通の仲間がおりましてね、非常にその届けられる手紙等を非常にいつも心待ちにしていたようです。それで特にこのビジネスポストマンは彼の一番脂が乗ったというか中二頃の作品だと思います。この作品はですね、原色赤グリーンを堂々とですね、思い切り使って絵の中のその何て言いますかね、メリハリ、それから造形的な力強さ、画面構成のバランス、そういうものを非常によく表現しています。しかも黄色と紫ですね、これも補色関係で、そういう色のですね、原色をうまく使ってその作品にまとめています。世界の名画を見ると非常に名画と言われるものはですね、原色を思い切り使っているんですね。しかも補色関係も非常にうまく使い、しかも白の使い方が非常に素晴らしい作家が泣いた名画を残している作家に多いですね。鎌町君はその原色をですね、思い切り使っているっていうことは、そういう感性がですね、備わってたんですね。それで、ね、音楽に関しては鎌町君はですね、おじさんにあたる、お母さんのおじさんにあたる方が、小学校の唱歌コンクール、当時の中央小学校ですか、の生徒をですね、日本一に導いてるんですね。その血をうまく組んでるわけです。ですから彼も非常にピアノも習ったし、もちろんギターも。ですから本人も世界の音楽を聴いて、自分も作曲したいっていう夢を持ってたようですね。そういうことで非常に音楽的才能もですね、期待されたんですけども、もう残念ながらちょっとそれは叶わなかったんですけども、そういう音楽、音をですね、平面のこの絵画っていうか、色っていうか形に置き換えるっていう、そういう能力もあったんですよね。ただ見て描いてそれを描くんじゃなくて、自分のイメージの中でもう一回構築して、自分の感性をそのものを造形表現したっていう中ではね、非常に優れた作品だと思います。